今日はエイペックスを通して社会生活を送る上で決して欠かせないマナーを学んでいこうと思います。新社会人の方、大きいパーティーに出席するけど最低限のマナーを知りたいという方にぜひおすすめです。それではまず基本的な所作から学んでいきましょう。いくらゲームといえど挨拶は社会の常識です。壁越しや遠く離れていても一礼は欠かせません。余裕がある場合はアークスターを投げつけるのも相手には好印象です。またオフィスに入る際はアルコール消毒も有効です。相手のためにも必ず入り口に設置しましょう。ノックというのは非常に重要なマナーの一つです。相手に準備の猶予を与えるというのは社会では必要なエチケットです。両手が塞がっている場合は銃弾で鳴らします。急いでいる時ややむを得ない場合は蹴破るのも有効的です。打ち合いの中でも丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。大切なのは思いやりです。フラットラインをやみこもに打ちまくるのも効果的です。何事も譲り合いが大切です。また挨拶をされたら必ず返しましょう。この時大切なのは笑顔です。笑顔があればそれだけであなたは明日も強く生きていくことができます。目上の方と話をする場合は必ず相手の目を見て話しましょう。銃弾を当てるのは二の次です。相手がつまずいて転んでしまった場合は率先して手を差し伸べましょう。相手への手助けはいずれ自分にも返ってきます。時間に余裕があるときは飲み物を買って一緒に飲みましょう。レプリケーターはチームワークを深める場でもあります。恐れずに相手が作ったバッテリーを盗みましょう。また仲間を観察することで今後の戦闘でチームワークが生まれやすくなります。あの借り上げはマナー違反です。戦闘が過激化すると総じて視野が狭くなり粗暴になりがちです。多くのレジェンドたちがこういった時にバッドマナーを行ってしまいます。目の前のことに集中しすぎて悪い印象を与えてしまうのはなるべく避けましょう。自分の命も大事ですが開けた扉は必ず閉めてください。戦闘が終わった後の隙を狙って襲うことを日本では漁夫と言います。これは非常にマナー違反です。特に理由はありませんが決してやってはいけない犯罪行為です。また倒れた仲間を撃つ行為もマナー違反です。FPS の世界とはいえ相手へのリスペクトを持ち全員が立ち上がるのを待ちましょう。マナーを守ればあなたの評価は高まり気持ちよく働けること間違いないでしょう。